おはようございます。ジムです。今日はあつ森ダイレクトに移り込む、美味しそうかつしまくりヘアレイアウトに使える食べ物飲み物家具を徹底的に紹介していきたいと思います。今回のあつ森ダイレクトでは本当にてんこ盛りの内容が発表されましたが、全く新しい要素、料理に関する情報量が半端ない、しかも一つ一つのクオリティが高すぎる、さらに一体料理はいくつ追加されているのか、スイーツはどんなのが追加されるのか、材料は何が必要か、どうやって手に入れるのか、調理道具とはレシピはいつ手に入れるのについてもダイレクトをじっくりチェックして考察した結果を共有するので、参考になったよ、楽しみだよと思った時にチャンネル登録評価ボタンをポチリとして、あつ森アプリを一緒に目いっぱい楽しめると嬉しいです。それではやっていきましょう。まずレシピの入手方法なのですが、現在わかっているのはマイル交換です。料理も DIY レシピプラスというものが追加されており、2000マイルで交換することができるそうです。これ一つで全ての料理を入手できるのかは未だ不明ですが、おそらく多くの料理がこのレシピで作れるようになるんじゃないかと思っています。レシピを覚えると DIY レシピプラスという表示にスマホの画面が切り替わり、しっかりとね、泡立て器のアイコンも追加されます。そしてこちらの画面にめちゃくちゃ情報が詰まっているんですけれど、本当にね、たくさんの料理が作れることが伺えます。スクロールしてみるとこんな感じ、表示されているだけでも 5×4 列20個のレシピがあるんですけれど、注目してほしいのが左側のスクロールバー、4列表示した段階でここしか進んでないんですよね。このマス分が1列と考えると、あと倍ぐらい、倍と1列プラスぐらいかな、45個ぐらいフードのレシピがあると考えられます。さらにさらに驚愕なのが上のタブを見てください。今はフードを表示してこの数なんですけれど、なんと隣にケーキマークが、スイーツは別タブと、なんてこったこれにプラスしてスイーツもね、作れるようになるので数が計り知れない。でもとんでもない個数すぎるので、これがね、一つのレシピで全部手に入るとはちょっと思いにくいので、もしかすると11月に行われるサンクスギビングデーが料理をテーマにしたイベントなので、そこで手に入る特別な料理レシピもあるかもしれません。ただあつ森ダイレクトで必ずさ、サンギビの情報が流れてくると思いきや、他の情報に圧倒されて全くね、サンギビについて触れられなかったので、今年のサンギビどうなるかがすごく気になりますよね。料理のアップデートがあるからこそ、より大きなイベントになるんじゃないかと予想しています。また、この左上を見てみると、小麦粉と砂糖かな?料理の素材となる材料もね、DIY できることが伺えます。おそらく、この小麦粉を使ってさらにパンを作るなど、これですね、サンドイッチに小麦粉が材料になっていると、2段階 DIY、料理をすることで完成形に持っていくみたいな仕組みが複雑に絡み合ってきそうで、かなりなんか難しそうに感じます。料理好きな人はすごくこういうのが楽しいと思うんですけれど、全部料理ちょっと苦手なんで、うまく作れるか心配です。でも楽しんでやっていきたいと思います。このパンとかもきっと小麦粉が材料になってくるよね。ピザとか、あとカレーのナンとかも必要そうですね。レシピが表示されている食べ物を一つ一つちらっと見ていくと、スープでもね、種類が2種類ありますね。これはオマールスープとかかな、エビのスープ。こっちがミネストローネ的な。あとさ、気になっているのがレシピの背景の色が何か関係あるのかですよね。このトマト付きのサラダとポテイトがペアになっててるともちょっと考えづらいし、この左右の違いなんだろうか。フィッシュがついているかどうかな気がしますね。細かすぎおそらくこっちの料理はフィッシュが必要だから、魚も材料に加わってくるんじゃないかな。もしかするとさ、今までさりげなく釣ってきた魚が料理の材料になることもあるかもしれませんよね。どの魚が必要なんだろう。サーモンとか今の季節だと。これは釣りもはかどるね。左側、これなんだろう、パスタかな。こっちはグラタン?ちょっと全然違うかもしれない。これも結構謎なんだよね。ジムの目線からすると肉まんとかに見えるんだけど、多分違うな。難しい。一つ一つのさ、お皿にもこだわりがあっていいよね。これがクリームパスタ的な
バケットパイかな、ベーグル、サンドイッチ、一段下には焼き魚、もっとかっこいい名前がついてた気がするな。アクアパッツァかな、これアクアパッツァっぽさがあります、おしゃれなのででピザ、ナン付きカレー、中華っぽい感じですかね。お皿の模様もアジア系な気がする。トマトパスタかな。もうどれも美味しそすぎる。またこれらの料理の材料の一つに今回新しく追加された野菜があります。野菜は全部で既存のかぼちゃも合わせて6つっぽくって、トマト、左が小麦、右がサトウキビ、左がジャガイモ、そして人参が追加されるそうです。これさ、結構畑必要ですよねしかもちゃんと水をやらないと1つ2つ3つと個数がねたくさんならないことも確認されています。かぼちゃと一緒ですね。毎日水やりをやることが大切そうです。ただ見た目も可愛いので普通にこれ自体もしまくり要素として楽しめそうだなって思います。そして料理は DIY 代ではなくちゃんとねキッチンを使って行われることが確認されています。このキッチン家具もすごくおしゃれですよね。石造りのキッチン、今回表示されているのはミネストローネ、トマト、ジャガイモ、人参が材料となっています。もうねアップの時の質感がね半端じゃない。こんなリアルなのあるってぐらい飾るのも本当に楽しみです。キッチンで DIY するんですけれど、よく見てください。ちゃんとね塩コショウとかかき混ぜるベラみたいなのを使っている様子が伺えるんですよね。出来上がった料理は両手で掴んでデデンとしてくれるところも丁寧な感じですごく好きです。飾ることもできます。いやもう飾った時の湯気のほかほか感も半端なく良いし、一つ一つが飾っても色褪せない高クオリティ。またここにはキッシュもしくはフルーツタルトが置いてあります。ジムの配信だとキッシュって意見が多かったけど、こう見るとフルーツタルトっぽいかな。上に乗っているのトマトにも見えるし、ベリーにも見えます。フルーツタルトだとしたら、これはデザートの方に分類される食べ物なのかな。また飲み物もね、あるんですよね。これさ、初めて島に着いた時に、タヌキたちと初期住民2人と乾杯したリンゴジュースの味が思い浮かびます。ジムの特産リンゴなので。いや、ようやくあの時飲んだ味が蘇るんですね。嬉しすぎる。あと注目してほしいのがこの器と皿ですよね。サンドイッチは木目調の皿に乗っているし、この刺さっている爪楊枝みたいなやつ、これも細かい。ミネストローネの器はツヤ感があるし、リンゴジュースの器も透明感や模様までリンゴになっていて細かいですよね。ストローもしましまで可愛い。また料理はもちろん食べることができて、ピザを丸ごと皿ごといったんですけれど、食べると左上に注目してください。この左上の表示がなんとピザ食べると5個増えましただいぶ増えたね。フルーツと同じくしまくりに使うパワーがたまることも確認されています。また各素材のアイコンはこんな感じで、野菜は10個ずつスタックできる仕様になっているそうです。これジャガイモの苗かな。苗はスタックできないとかもありそうですよね。料理の表示はさすがに簡易的にケースの表示になっていそうです。料理の材料については、映っているのはこちらが気になりますよね。キノコ、あ、これキノコパスタなんだ。なんとキノコだけでパスタもできると。なぜパスタが材料にないのかはちょっと謎ですがキノコが必要になるそうですね。で、キノコって秋11月頃にしか手に入らないじゃないですか。年中料理作れないのかなって思った時に登場するのが、このカッペイさんの存在ですね。カッペイさんがツアーに連れて行ってくれる先は、自分の島の季節とは異なったりとか、自分の島にはない雑草やツルなんかが置いてあると告知があったんですけれど、こちらでキノコの島なんかがあって、いつでもキノコが採れたりとか、材料となる魚が美味しい島とかがあって魚が取れたりとかするんじゃないかなとジムは予想しております。そのためのカッペイツアーみたいなところももしかするとあるかもしれない。こうね、夏でも雪国に行けたりとかするから、アイスクリームの材料に氷とかがあったらそれを取りに行きたいですよね。ということで、ここからはダイレクトやハピパラのホームページに移り込んでいた料理とスイーツについて紹介していきたいと思います。まずね、人参をつまんでそのまま置いた姿がここに映り込んでいたので注目です。
かぼちゃと同じようにそのまま飾ってしまくりに使うのもめちゃくちゃありですよね。先ほどから見ていた料理のお部屋でも料理のバスケット加工が確認されています。これは料理と言えるのかわからないので料理タブで作れるかはわかりませんが、材料には確実にトマトや小麦、人参が入ってくるでしょう。また左側のアイアンキッチンの上にはサバ缶、サバ瓶っていうのかな、も置いてあります。これも料理かといえばそうじゃないかもなので料理タブにあるかは不明ですが、魚が材料に入ってきそうです。またその右にはピクルスかな、たくさん野菜が入った瓶もあります。こちらの画面では紙袋に野菜が入った姿も確認されています。バケットがあるからバケットを作った後にさらに DIY か小麦から一気にできるかもしれませんね。また手前側には美味しそうなブレッド、食パンよりはなんかパンケーキらしさがありますよね。この木の板の台までめちゃくちゃ素敵すぎる。ゆきみちゃんのお家周りの画面では飲み物がいくつか見受けられます。一つ目がフルーツポンチのようなソーダっぽいジュース、いやめちゃくちゃ美味しそう、こういうジュースジム大好きです。こちらはブラッドオレンジジュースですかね、こっちの方が大きく映ってますね。これはリメイクなのかはたまた別の飲み物なのかも気になるし、水っていうアイテムが追加されたらどうしよう、なんかろ過しなきゃいけないとかあるかな。なんかいろんな妄想が広がっちゃいます。この場面ではクッキーがねあるんですよね。これめちゃくちゃ美味しそう。よく見ると模様ついてそうなんですけど何の模様なんだろうか。これはデザート家具かな。こう見るとねデザート家具多そうなんですよね。後からも述べるんですけどアイスクリームなんかもありました。クッキーは横から見るとこんな感じ。またこの画面ではわずかな映り込み、こう住民さんにフォーカスが当たる前に止めているのでうっすら白くなっちゃってるんですけれど、ここにいちごかなリンゴかの瓶ありますね。これらは最初にあった魚の瓶と同じ家具でリメイク違いなのかも気になりますね。上の蓋まで可愛い。そしてここにコーラがあると、コーラ大好きだから本当に嬉しい。こちらの埴輪のシーンではこれバナナミルクかな、オレンジのストローもめちゃくちゃ似合ってる。この辺のコップ類はなんとなくリメイクっぽさがあるんですけれど種類が豊富で嬉しすぎると思ってたらですね、なんとですねたぬき商店に先ほどゆきみちゃん家の周りにあったフルーツポンチジュースが載ってるんですよね。なのでこれはもしかすると調理家具ではないかもしれない、飲み物のアイテムが普通に登場するだけかもしれません。またたぬき商店に並ぶということはリメイクできない家具の予感もするので、今紹介した飲み物たちは友達と交換したりとかリサさんと海蔵さんからリメイクしてもらったりとかしなきゃ他の味は楽しめないかもしれませんのでご注意してください。いやこれよく調べてみるもんですね。こちらのカニ歩きシーンではレシピにも登場していたパンが表示されています。これカゴの作りとかも本当に細かくて素敵ですよね。またこちらにはリンゴジャムかイチゴジャムがあったりピクルスもありますね。またあ、これもパイパイではなくて新しい作れるパイですね。フライパン付きっていうのも配置の幅が広がりそうです。またこちらにはガレットかなクレープって意見もあったんですけれど、スイーツですね。いやスイーツが本当に美味しそうすぎる。もうめちゃくちゃ食べたくてたまらないもん。どうしよう。この動画は飯テロ動画でございます。注意書きしとかないとだね。アピパラのダイレクトの動画にもいくつか食べ物が。これがプレッチェルですね。なんとカラフルなプレッチェル、ドイツ発祥の焼き菓子パンらしいです。意外と硬いやつだよね、こんなのも作れると。これは番外編なのですが、メープルちゃんから依頼を受けてる時に置いてあるのもコーラっぽいです。コーヒーかもしれないですね。ここにもプレッチェルが飾ってあります。またここにね木箱のフルーツリメイクがあるんですけれど、これ中にフルーツが入っているとしたらフルーツアイテムとして作んなきゃなのかな。まあでもいろんなリメイクができるようになっていたので、ね、これは別かもしれませんが注目家具です。料理の保管庫として合わせやすそうな家具ですよね。またメイプルちゃん家のお庭にアイシングクッキーかな、これカラフルなクッキーも置いてありました。アイシングクッキーも作れちゃうなんて、お菓子ってさなんか作ったら友達にあげるもんだとジンマは思っていて、こうプレゼントし合いっことかできると心が温まるよね。あとは好きな住民さんにお菓子を作ってあげるとか、なんか恋の予感しますね。あとはこれは料理なのか珍疑はありますが、カップ麺もあるんですよね。料理かな。料理だとしたら材料は何だろう。そしてね山内牛乳の
クーラーボックスもあるんですけれど、アイスクリームが後に出てくるので、やっぱこの家具を作ることも考えると、牛乳という家具がもしかするとあるかもしれない。牛さん住民さんに頼むともらえるとかかな。こちらも番外編ですが、パーカ君たちはまた別の飲み物を飲んでました。既存家具のね、ヤシの実ジュースも飲んでいるところが可愛いです。そしてレストランにはこれ担々麺かな、ラーメン説もあるけれど、ここにあの担々麺によくあるチンゲン菜だけ緑が見えるので、担々麺説を1票入れますこれもいいですよね。でジュース、あとねこの奥にねプリン、でっかいプリンあるんですよね。これ後からもう少し拡大バージョンも映ってたんですけれど、これもすごくいいですよね。こちらも見てください、料理のオンパレードです。まずチャーハン、チャーハン作れるの嬉しいな。あとは定食もあります。この定食材料予想つかない、魚と小麦といろいろ必要ですね。もしくはなんかこのご飯を作ってさらに魚と組み合わせて定食みたいな DIY かもしれない。でラーメン、このラーメンめちゃくちゃ美味しそう。これ見た時みんなが一風堂作れそうって叫んでいたのが印象的でした。ジム一風堂さん公式さんと連絡取り合ってるんですけれど、ぜひ一風堂さんずっとマイデザインの帽子でねラーメン表現していたので、ぜひこれを。でこれなんだろう、餃子これはジムの料理知識だとわからない、教えてほしいです。さっきも映っていたバスケットで、ここも見てほしい、でっかい料理鍋たちがあるんですよね。縦長のラーメンのスープが入ってそうな料理鍋に中華鍋、フライパンは既存の家具かな。これもおそらくリメイクするとね、フライパンのように中身が全く変わる家具だと思うので、その細かい変化も注目ですよね。またここにはね魚が、これタイかな、待って、この家具のレシピさ、タイ 1,2,3,4,5,6,6匹釣って DIY とかかもしれない作るの大変よ料理、まあ、料理ってね作るの大変なところあるからね、それをちゃんとあつ森でも体験できるといいなと思います。また角度をギリギリまで伸ばすと、ここにトマトジュースかなの瓶なんかも置いてあります。あと別視点で見ると他の瓶もねたくさん置いてあるんですよね。あとここ見てください、これパンドリーみたいな感じでシリアルとかかな、なんかね調理倉庫棚みたいなのが見えるんですよね。料理じゃないかもだけど、本当に調理に置いてあると良い家具がありすぎる。食洗機とかね、水洗とか。このキッチンもニューかな、中華キッチン。またここにもちらっと料理だる、つけ置きだる、これ株が書いてあるのかな、もしかしてウリちゃんから買った株をさつけておくためのやつかなそんなものもあります。ジム一番感動したのが実はこれだったりするかもしれない、メロンソーダ。メロンソーダ大好きなんだよね。でムービー流すのよく見てほしいんだけど、シュワシュワしてるんだよね、シュワシュワ、やばない？いやこのシュワシュワが再現されてるってだけで幸せすぎる。あとはここにね缶詰セットが置いてあります、非常食。ここにも桃とかみかんが書いてあるので、フルーツを材料に缶詰作ったりするのかな。空き缶必要そうだよね。あれでもあの空き缶ってさ、海からゴミとして釣れるからさ、それを材料にするのはどうかなってちょっと思う。まあリサイクルかいろいろ考えようです。あと細かいけど、ここに多分フルーツサンドある気がします。フルーツでスムージーをと言ってるくらいだから多分フルーツサンド。この空き瓶もいいですよね。この右もなんだろうな、ちょっと小さすぎるんですけれど映り込んでいそうです。てかこの看板いいよね、看板ジュースたちと合わせやすそう。ここにも何か食べ物の気配が、もう小さすぎてなんだかわかんないけれど、赤いコップとかも伺えます。待って、関係ないけれど女優ライトも家具としてあるんだ配信者部屋本当に作れそう。待って、アップルちゃんがアップルパイ食べようとしてる、いいのか、共食いじゃないのか、大丈夫か。ここにも飲み物の気配、気配はあるんだけど小さいぞ。大きいの欲しいです、画像。これ梨ジュースじゃないかな、さっきのリンゴジュースの梨バージョンな気がします。おそらく特産のフルーツ5つのジュースがそれぞれありそうですよね。料理かはわからないんですけれど、ポテチもねある食べ物。ポテチ料理でも芋があるからさ、なんか作りそうな予感しませんか。でペットボトルのジュースもあります。またポキで交換できるアイテムにポップコーンとジュースのセット、映画館セットがありました、まあ、食べ物家具としても結構いろんなものが追加されそうです。いや本当に充実したな、食べ物が。島民代表太りそうだね。キズちゃんのビーチには桃のジュースもありました。ここにさ、コーヒーとケーキのセットかなみたいなのも見えるんですよね。これ作りそう、 DIY っていう雰囲気がします。この島民代表のお家にはさっきも映っていたパンケーキかブレッド、ピクルスで、カルパッチョかなも置いてあります。
また電光掲示板がね、料理の種類が載っていて、料理を置くためにはこういった家具も使えそうですよね。左はアクアパッツァ。これね、諸説あった気がする。コメント欄で何の食べ物か皆さんはどう思いますか？この角度からもよく見えますね。ピクルスの中身すっごい細かいね。そして見てください。これ、めちゃくちゃ美味しそうなホットケーキ。いや、これ一番ね、ジム推したいかも。最も作りたい。バターっていう材料もやっぱあるので、ミルクありそうなんですけどね。パンもここには見えます。またティーセットもね、今回おしゃれなやつも追加されてますね。ここ見てほしいんですけれど、これもスイーツっぽい。しかも生クリームが添えられている。ケーキというか、蜂蜜かけて食べる。なんだっけ、名前が出てこない。スイーツっぽいなって感じがします。生クリーム添えられるとさ、一気に美味しそうに見えるよね、スイーツって。このシーンも注目してほしいんですけれど、これこれ、お金持ちがやるスイーツセット。これめちゃくちゃいいですよね。で、またティーセット、さっきのやつのリメイク違いかな。またね、ケーキのショーケース、中もさ、一個一個さ、大きなケーキ、いちごケーキ、ガトーショコラかな、チーズケーキかな、飾られていて、細かい作りになっていて、ケーキのお持ち帰りの箱なんかもあるんだよね。左側もなんかスイーツありますよね、これね。料理かな、サンドイッチかな、コーヒーとセットになった家具なのかもしれません。またちょっと関係ないんですけど、スワック新しい家具追加されてあるんですね。見れば見るほどね、小ネタが詰まっていて、あつ森ダイレクト困っています。無限です。楽しいです。最後にダイレクトには載っていない料理についても紹介します。具体的にはハピパラのホームページの画像をチェックしていきます。ハピパラでしか載っていない新しい家具についてはこちらの動画で紹介しているので、よかったら合わせてご視聴ください。で、まずこれ、モーニングセット。ウインナーとかブロッコリーとかトマト見えますね。まさにレストランの朝食料理。さらにここにはカレーライスがあるんですよ。カレーライスの材料って人参とかじゃがいもとかだもんね。これが作れるのは本当に嬉しい。ゆきみちゃんのお家にはケーキが、そしてキャンディーが入った瓶なんかもあります。これも今回作れるパイかな。美味しそう。さすがにゆきみ大福は出なかったか、残念。アクリルちゃんのお家にもパイと、そしてゼリーね、透明感のあるゼリーのリメイクもあるみたいです。またこれね、ジム前マリトッツォかとか言ったんだけど、よく見ると普通に瓶のジャムですね。桃かな、桃ジャム、かわいいね。さっきから言っていたアイスがこちらです。こちらアイスクリームが、置くとめちゃくちゃシュールなんですけれど、作れそうですよね、これ。これ多分持って食べる時もすごく可愛かったりとか、なんか手にずっと持っていたくなる可愛さなので、そうであってほしいなって思います。にしてもね、なんかスタンドとかに置いてほしかった説はある。あとはアイスのショーケース、これさっきのケーキのショーケースのリメイクか、はたまた別格かが気になります。あと前の動画でこれフルーツかもって思ったんですけれど、これタイマーのひっくり返したやつですね。いや、家具細かく見ないとほんとわからん。間違いがあったら皆さんコメントで教えてくださいね。はい、いかがでしたでしょうか。ジムもまとめながらね、本当に料理が楽しみになりました。参考になってワクワクしたよって方は、ぜひチャンネル登録高評価ボタンを押して、ジムの動画や配信をまた見に来てもらえると嬉しいです。ジムは Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ概要欄からフォローをよろしくお願いします。これからもたっぷりあつ森を楽しむ動画をたくさん投稿していきます。一緒に楽しめると嬉しいです。それでは、ジンムでした。バイバイ。